はい、ということで今日の動画は川崎の D トラッカーに乗って峠を走っていきたいと思います。場所は蔵王山ですね。蔵王山なかなか面白いバイクです、まあ、車体が軽いんで、6速マニュアルですね。6速マニュアル行きましょう。まあ、単気筒エンジンなんですが、非常にパワーのあるアグレッシブな走りができます。上手い人が運転すれば峠でリッターバイクも普通についていくことができる、まあ、そんなバイクですね。エンジンはハイカム、そして FCR のキャブレター、 292cc のエンジン、なかなか面白いバイクですね。パワーの出方がすごい。ハイカムの部分に入ると下はやっぱりもっさりしてるんですけど、上は速い。エンジンブレーキの時のアフターファイヤーの音が面白いですね。パン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 っていって、クラッチは使わないですね。シフトアップも。面白い。速いな。峠を速く走れる、これは。よく曲がるしね。ボディが細くて非常に軽いんで、こうひらひら簡単にパタンパタンと倒せることができる。速い、普通に速いわ。はい、ということで今日の動画は、D トラッカーで試しに峠を走ってみました。まあ、これは、新しく遊び用に買ったバイクです。まあ、結構面白いよね。結構面白いバイクだと思う。オフロードバイクをなんかたくさんの人がね面白いって言うから、ちょっと買ってみました。はい、ということで今日の動画は以上です。
またこの動画と XJR1300 の、 あのバイク動画いろいろ出していけたらいいかなと思っています。ということでまた次回の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。